日向坂の気になってまいりました。これから第3ラウンドを迎えます。先ほど第2ラウンドは10対9と岩田さん、錦鯉は1ポイント取りました。そうですね、やはり左のジャブをね、先制して、うん、結構当たってますね。はい、まあ、このライセンスを取って2週間、これがデビュー戦の錦鯉という画面左側、今左を大きく打っていきましたけれども、ここまでご覧になって正直なところ、矢内さんどうですか？私はあんまり感心しないですね。というのは、そんなにボクシング甘くないというふうな言い方をしたいですね。もう少しの、僕はアマチュアと思って25戦やってるというふうなね、外伝なんかで入ってますからね、もう少しいいんじゃないかなという感じしたんですけどね。いくらデビュー戦でもね、アマチュアで25戦外伝でやってればね、アメリカあたりでやってれば結構できますからね。まだちょっと見ている感じでは綺麗になりきれてないです。そうですね、まあ、週に2日は 3,4 ラウンドのスパーリングを含めて2時間以上の猛練習をしてきたというこの錦鯉なんですね。どんな相手とスパーリングやってね、したか、はい、その相手の人が手加減してくれて、それをいいことにね、これだったら自分でもできるんじゃないかなという気持ちで、あるいはやってきてるかもしれないしね、はい。さあ、ちょっとこれは至近距離から上から叩きつけるようなパンチを見ています、ニッキーローク。ただね、はい、いい左を伸ばしますよね、はい、こういうふうにね、はい、これ今5で狙いましたけどね、アゴエなんかはやはりいい左を出します、ね。おっと、これはあ、それは違いますね、ダウンじゃありませんね。今ニュートラルコーナーに詰め寄る場面が見られましたが、左右にフック、うわっと今の右、この右のアッパー、この右のね、アッパーはいいんですけど、その次のフックはね、ちょっと打ち方が悪いですね。一発一発当たるんですけどね、そこからですね、あ、しかしやはりこういうふうな形、右のフック、それから、そして左のアッパーを返していきます。そしてまたそのままのプレーアウト、これはいけませんね。押しますからね、プッシング、これね、反則取られますよ、しますから。今レフェリーの方からも再三警告がありますので、あまりこれ続けてますと限定の対象になりますが、また右の突きであります。しかし確かにいいパンチ当たりますね、小木より。さあ、このスティーブ・パウエルはプロでの戦績が7戦3勝という選手でありますが、まあ、APN では29戦26勝的で、どんな選手かと思いましたけどね、4回戦ということはないですかね。こちらの調べではやはり7戦して3勝という相手だそうですけれども、まあ、しかしプロで7戦やってる相手ですからね。第3ラウンド残り時間が20秒を切りました。このラウンドはしかし、よくまずまずにキーロースがいいところを見てますか。右のアッパー、右のフックをね、決めてますからね、はい。まあ、第1ラウンド、第2ラウンドを見てちょっとよくさんから厳しい点が出ましたが、まずまずこの第3ラウンドはいいところを見てます。この辺のボクシング見るとね、はい、やはりアマチュアでやってるなという感じですね、はい。あと右が一発当たったところでゴングが鳴りました。大きく両手を上げたニッキーロークであります。このラウンド、矢内さんの対戦もちろん10対9、赤コーナーニッキーロークが取っています。矢内さん、少しずつがまた割り込みますけども、はい、この試合最初はスーパーミドル級という話だったんですが、実際には178.9kg、ちょっと大台なんですね。あと10キロぐらい絞れそうな感じがするんですけども、それがちょっと動きに出てませんか。そうですね、もう少し絞った方がかえってこの選手のスピードが出ていいんじゃないかなという感じがしますね。まだ絞れるんじゃないかなと思いますね。やはりちょっと画面で見てみますけどね、脇のあたりと言いますかね、ちょっとまだ枝がついてますからね。これらが取れますとね、いいスピードが出て、パンチに動きも増すんじゃないかなという感じしますね。スーパーミドルぐらいには軽くまだ動きそうですね。ちょっとまたニッキーロースが相手を挑発する格好を見せておりますが、そうですね、はい、相手は打ってこないですからね、そうですね、あまり相手の手段もないですね、ニッキーロースということで手加減してるわけではないでしょうけれども、まあ、スティーブ・パウエルもミッキー・ロークを倒せば自分が世界に注目されるということを言ってますんでね。さあ、左から右を伸ばしていきます、スティーブ・パウエル。プロで7戦しているキャリアを持っているスティーブ・パウエルだけに、デビュー戦のミッキー・ロークを相手にこのまま無様な形で試合を終わりたくないところでありますが、さあ、また至近距離からちょっと今の後頭部あたりを狙ったパンチになってしまっています、ミッキー・ロック。打ち方はやはり大きいですね。大きいですね、はい、はい。さあ、また左、ちょっとこれも大きな空振りになりました、ミッキーロークであります。まあ、しかし先ほどお話にもありましたけれども、ここまで出てきたミッキーロークの、まあ、勇気といいますか、そうですね、私はそういう勇気を買いたいですね、
まあ、最終ラウンドを迎えていますが、それとね、はい、最初の頃と違ってきたのね、最初顎を上げてたでしょ、それが全然顎を上がらなくなったんです、そこに来てね、やはり慣れですよね、ラウンドを減るに従ってようやくこの昔やったねボクシングの、形がなんか蘇ってきたかというそんな感じがあるのですね、トリッキーな感じで動いてますけどね、またやってますね、それを追うスティーブ・パウエル、完全にミッキー・ロークペースと持ち上げておきます。最終ラウンドも残り時間1分を切りました。まあ、八百屋の採点でも2ポイントリードしてますが、まあ、ミッキー・ロークはおそらく自分がリードしているんだろうというふうに考えてますよね、これね、そうでしょうね、さあちょっとまた終盤で手数が少なくなりました。ちょっとスタミナ切れましたか。残り時間が30秒であります。画面向こうがミッキー・ロークしかし舞うようなステップワークでまた右から左を伸ばしていく右、ロープ際右のフックショートフックであります。あ、打ってみろ打ってみろ、顎を刺しながらスティーブ・パウエルも挑発する、挑発する前にちょっと打ってもらいたいという感じはしないでもないですが、残り時間があと15秒であります。さあ、ほとんど時間がなくなりました。さあ、このままいきますとおそらくミッキー・ロークの判定がという形になりますが、さあ、ほとんど時間がありません。また青コーナー近くでもつれ合っています。さあ、ここで終了のゴング、大きく両手を挙げたミッキー・ロープ、今9ファウルと抱き合っています。最終ラウンドやったの対戦10対9、そうですね、今最後の方でもね、ワンツーを打って、攻めてますね、ポイントには取ったと思いますね、はい、さあこれからおそらく判定が出るかと思いますけれども、まあ、2年間に12試合から15試合ぐらい、まあ、プロで試合をやっていきたいというね、このミッキー・ロープなんですよね、まあ、デビュー戦でねこれだけ試合ができれば、悪くないなと思いますけどね、はい、それから練習の時間ですよね、さあ今判定が下されてミッキー・ロークになります。でも3対0という圧倒的な、まあ、差になってしまったわけですが、まあ、本人は世界ランク20位までに入ることが目標、今ちょっとね言われてもね、ちょっと難しいですよ、まだまだいくらでも強い選手いますからね、しかもアマチュア上がりの、ね、選手でいくらでも強い人いますしね、今の Next time I'm going to check the apron because the apron was a little sloppy, you know, and I like it a little more smooth, but I don't have that convenience at this point to discuss how the rope, how the canvas is, you know what I mean? Because I like to move a little more. How would you describe your style? Animalistic. Undeveloped. Kyle said you maybe were a little dirty, grabbing and pushing. You bet your ass. Is that the kind of fighter you are? Is it dirty? No. Let me speak for myself. You know, it's a fight and that's what it is, you know. I'll do anything I can to win.